プロジェクト世界ガラフル、ちょっと待って、プロジェクト世界、プロジェクト世界ガ、プロジェクト世界プロジプロプロこんにちは、こそババアの下着はどんぐりの小林どうもざくやです。さあ本日はですね、なんとフィクサー来ましたね。フィクサー、いやこれね、みんな待ってた人多いんじゃないかな、マジで。いや、ロウアーは追加されてなんでフィクサー来ないのみたいな人いたんじゃない。フィクサー来ましたね。ちょっと発音よく言うよ。フィクサー、日本語に直すと見つめる。だから何？さあ来ました、フィクサー。あのね、ちょっとエキスパートがね、あの黄色い色っていうのはちょっとね、みんな置いといて、それ言わないで、マジで俺傷つくから。水筒の中に砂入れられるよりきついからやめてね。もう今日はね、いつもよりね、めちゃめちゃネタが多いですね、私昨夜。なぜかっていうと、めちゃめちゃね、久しぶりのあのプロセカ動画、あの前回撮った動画がさ、昔のため撮りしてた動画だから、マジでね、実況自体はね、あのプロセカ久々なんで、めちゃめちゃテンション上がってます。なんでフィクサーね、初見プレイした動画をみんなと一緒に見ていきたいと思います。なんかこの言い方うざいな。さあ来ました、フィクサー。今回ね、マスターの方見ていきたいと思います。いや、あのね、めちゃめちゃ言うことがあってですね、まずちょっと悲しいなって、この時点でまず悲しいなと思ったのが MV がないことなんだよね。いや、あってもよかったなって、本家の MV でもいいからさ、あってほしかったよね。そのなんつうんだろう、映像があるだけでさ、まあレーシーが1本だとは思うんだけど、それあるだけでちょっと嬉しくならない？みんな、俺だけかな。まあとりあえず見ていくんだけど、フィクサーって最初めちゃめちゃ小さくない？音が、あ、でいけたいけたいけた。キーはこれ下がってんのかな。あ、下がってるっぽいね。なんか男性がね、歌うんでちょっと下がってますね。司くんとルイくんが歌ってんのかな。なんかキングのさ、あの最近 MV 公開されてた時の組み合わせだよね。あれすごくなかった映像。いやね、このね、フィクサーに関してもね、もうなんかぬゆりさんが作る曲みんなそうなんだけど、跳ねリズムがやばいのよ。これ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 もう意地悪だよね。もうなんかめちゃめちゃ意地悪だよね。なんかもう水筒の中に砂入れるぐらい意地悪なんだよね、本当にこの譜面。まあ、とりあえず見ていくんだけど、これ跳ねリズムがねあってですね、もう小羽ちゃんよりも跳ねてますね。これはもう完全に小羽ちゃんよりも跳ねリズムがありますねもうそういうわけじゃないと思うんだけど、小羽ちゃんって名前は。いや、これちょっといやらしいよね。あ、ここはね、意外といける。このね、なんかね、なんつうんだろう、わかる？このもう全然わかんないね、俺のあの解釈力っていうのかな、めちゃめちゃ低すぎて。あのロボットダンスみたいな感じね。はい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 、まあ、滑らかな感じだよね。なんか意外とサビは純粋なね。あー出た、ロボットダンスのみんなが一番嫌いなところ出た。これカクカクね、カクカクシカジカ四角いムーブみたいな、キツネタヌキみたいな感じのね、キツネうどんみたいな譜面来ましたね。あ、で出ました、うどんみたいな譜面で、そうめん追いがつよつゆ食べて、あ、これここね、ちょっとリズムが変わるんですよね、譜面のこれ。いや、このさ、やめてほしいんだけど、このこの空間やめてほしい。この間の、この間のなんか、もう本当になんつんだろう、なんつんだ、歯ブラシでさ、取れない汚れみたいな、やめてほしいよね。はい、ということで終わりました。さあ来ました、ライブクリア B ランクですね。もう B ランクグルメということで見ていきましょう。これね、俺ね、結構ミスってるかなと思ったんだけど、意外とうまくいったよね。グレート12の、ミス4でした。いや、どうだった？みんな今回めっちゃ難しくなかった？俺的にはね、なんか自分の声がでかすぎて音源全然聞き取れなかったなって感じ。